皆さんこんばんは、ジェイキーです。本日もロストインファンタランド続きから遊んでいきたいと思います。というわけで、シャープ11になったわけですが、少しだけ期間が空いてしまいまして、ウィザードになったんだよね、前回。そうだね。で、そうだ、チャージをちょっと育てたいなっていう話だったよね。 MP がどんどん溜まった方がデッキが回しやすいんじゃないかという感じでしたね。で、そこまで強い魔法がないんだよな、今そんなに。だから、とりあえず強い魔法を欲しいかなって感じかな。で、あと、このなんだっけ？これ、アーティファクトみたいなやつ。これ、ちょっと欲しいよね。一個しかないのは心もとないと思うので。じゃあこれ、行こうか。秘宝のかけら、6個。もらいに行きましょう。で、最初にモードチェンジができると。魔術スペルダンモードか、もしくは指定魔法モード。まあ、モードチェンジがあるから、一回こっちで行ってみようかな。指定魔法モードで、遠くから、こいつやっちゃいたいかな。爆弾、死んだ後に爆弾を残すのがすごい、厄介な気がするので、やっちゃおうかな。うん。そうしよう。で、チャージして、魔法アタックと、あれ？これって届かないよな。あれ？待って。指定、指定魔法モードって、思ってたより、しょぼいかもしんない。そうか。はあ、あれなんだね。ここの3マス、これがいけるかどうかって話なのかな。うわあ、だとしたらこっちのモード完全にいらないかもしんないな。魔術スペルダンモードだけでいいかもしんない。こうすると、そうだね。縦3マスはいける。でもここだけなくなっちゃうんだ。なるほど。いらんかな、でもこんな中途半端なマスぐらいだったら。縦3マス飛ばせれば大体のことは解決するので。そうか。ちょっと残念だな。まあ、とりあえず移動して。攻撃は食らわないね。ここでターン終了。お、踏んだ。燃えてる。火は食らうんだね。地面に落ちてる火も。水は今入ってないね。いや、ん？水中が入ってんのか、これは。ちょっとわかんないな。まあ、とりあえずチャージを。いいね。7分の6。魔観察と、ファイヤーアタックで、吹き飛ばしちゃっていいかな。オッケー。いや、素晴らしい。火力は、いまいちだけどね、でも。素晴らしいとは言ったけど、いまいちだったな。とりあえずここ移動して、やべえなこいつ、ちょっと怖いな。あ、いいね、刺さった。これ意外とこのターンでこっちを倒すのありか。吹き飛び術で吹き飛ばす前に魔法アタック、ファイアタックで、なんとかならんか。どうしよう。近接攻撃で倒せるっちゃ倒せるね。これでダメージ与えて、で、一歩近づいて、
それで倒すと、いいね、MP 回復した。で、吹き飛び術で、これ飛ばせんのかな？あ、引いてそうか、爆弾はダメか。敵に付与されてる着火効果を直ちに1回発動ってことは、これは今やっても意味ないか。そうなったら、一回茂みに隠れて、ターン終了。はあ、無駄なダメージ受けたな。とりあえずこれやっちゃって。これさ、モードチェンジいらなくない？そうなると。このカードが一番邪魔かもしれないな、実は。オッケー。さあ、秘宝のかけらが。いやー、まだまだだね。足んないね。さて。わー、戦闘カードばっかだな。一回休憩いっとくか。回復して、カード強化や。あー、カード強化しとこう。無料だしね。これはチャージでいいんじゃないかな。チャージしちゃおう。オッケー。さて、チャットがいける。その帽子大きくて邪魔にならないの？小さい頃は歩くたびに揺れてたけどね。へえ、まさか喋る帽子だったりして。喋るわけないじゃん、人間は食べるけど冗談なのかどうなのか、まあ、冗談だろうな。いやー、カードレベルアップどうしようかな。129。これレベルアップしちゃってもいいよな、実際。まあでも、まだ待つか。そこまでいいカードがない。チャージぐらいだよな、レベルアップしたいのは。で、カード商人がいる。129、これ以上今んとこ稼げないもんね。ってことは、一回カード商人で買っちゃってもいいな。さあ、どうだ？なんかいいのあるかな？ファイヤースタッフは今持ってるやつ？あ、30% オフだって。で、ファイヤーウォール。コスト2。十字の一方向に炎の塊を3つ生成する。炎の塊は8ダメージを与える。おお、8ダメージ。炎の塊踏むと着火を1スタック付与され、一定の確率で追加ダメージが発生する。デフォルトで一旦後に自動消失。そうか、なくなっちゃうのか。それはちょっと微妙だね。だからまあ普通に攻撃するのと変わんないよね。8ダメージ与える魔法って考えると、そうなるとコスト2はちょっと高すぎるよな。なんだろうな、あんまり強くないな普通に強くはないな。で、コスト0のチャージ変更、 MP プラス1の魔術スペルダンモードまたは指定魔法モードに切り替える。あ、切り替えのやつか、いらないな。で、コスト2でアーマー20？ マジックベール。アーマープラス20。次のターンでドロー枚数が1枚減る。そうか、そんなにいいことばっかなわけないもんな。うわー、でも、ぶっちゃけアーマーって欲しいよね。うわー、どうしよう。まあでもなんかまずこれなのかな。ファイヤースタッフをどんどん集めていくのがいい気もしちゃうな。お安いしね。いっちゃうか。で、カード削除もしたいな。あー、なんか今後使うような気がしないんだよな、このモードチェンジを。これなくすだけでだいぶデッキが軽くなる気がするんだけど、やっちゃっていいかな。モードチェンジしない私は。それで行ってみよう。ちょっと邪魔です。
確定。オッケー。後々必要になるかもしんないけど、そうなったらモードチェンジプラス MP チャージのやつを狙っていきたいな。戦闘プラスゴールドと秘宝のかけら、これは欲しい。いやー、なんか難しいな、やっぱ。合成しちゃおっかな。来た。炎の奥義、バトル開始時3マス以内の敵全員に着火を2サック付与する。へえ、近くでなんかバトルが開始されると結構お得だね。ウィザードハット、魔法攻撃に切り替えるとアーマープラス9。魔法攻撃に切り替える、モードを変えるとってことかな。え、そんなのあんのそういうメリットあんの、魔法モードに切り替えって。そういうことだよね、切り替えるって。それ以外ない気がするから、そうだと思うんだけど、そうなってくるとちょっと考えちゃうね。まあでも最初はこっちでいいかな。切り替えるとさ、使えないカードが出てくるのがきついんだよな。そうしましたらこっち行こうかな、下の方。よし、どんどん戦っていこう。こっから始めて着火させて、で、ルーレットの祭壇っていうのがあるんだけど、これちょっと気になるので押しに行きたいかな。オッケー。さあ、これでチャージして、チャージして、魔観察でファイヤースタッフの、あれ、これ倒せちゃうんじゃないの。あ、違うわ。オッケー、魔観察で、で起爆。あ、すごいね、ノックバック。あー、倒せはしないか。あと7残った。まあでもだいぶ食らわせたね。すげえすげえすげえ。あ、これ次トラップ踏むんじゃないの。何もしなくても勝てそうだな。これで石の台の上には円形に穴が開いた石のルーレットがあります。ルーレットを回しますか。スピン。何これ、何これ。あ、いってえ12ダメージ。はあ、そういうルーレットが。うわあ、ただただ損したな。オッケー、終わった。いやー、しょうもない戦いした。まああれがどういうものかっていうの分かったから、それだけでもよしとしよう。だいぶ食らってるな。チャット、ここにいても勇者になった実感がない。仲間がいなければみんなからチヤホヤされることもない。僕が本当に伝説の勇者なら、普通あちこちに勇者が降臨するという予言が広まって、世界中が僕の登場を楽しみにしてるんじゃないの。そうだね、そしたらみんなの前で骸骨に古ぼっこされる演目を披露できるしな。じゃあここには僕よりすごい人がたくさんいるに違いない。ここで言う一般人は魔族に到底かなわないよ。だから君が必要なんだ、勇者よ。ふん、そんなこと言っても無駄無駄。景気が良かった頃はどうして呼んでくれなかったんだ。人ん家を荒らして回る勇者はお断りでね。うん、あ、ボス出た。どうしようかね。なんかもうさ、デッキが今しょうもないからさここら辺のカード集めたいよね。ちょっとやってくるわ。ああ、少々お待ちください。よし、勝利。オッケー、ゴールド。そしてカード、何にしようかね。
コスト2のアタック中に一撃チャージ14ダメージを与える。次のターンで MP プラス1、次のターンでか。へえ、面白いね。でコスト2だけど14だったらまあまあまあいいかもしんないな。でコスト0のスタッフヒット、あこれ今持ってるやつだ。これなんだ、コスト2のアタック8、全域拡散、射程内すべてのマスをカバーし8の基礎ダメージを与える。おお、あーして魔法モードと、あとあれだね、普通にいつものやつ。へえ、結構範囲変わるな、こう見ると。まあでもまあまあまあ魔観察と同じかな、こうなってくると。いやコスト2で8はちょっと低すぎるよな。一撃チャージをもらっとこう。 OK。 お、秘宝がもらえる、やったね。宝箱を見つけた中にはお宝が入っていた。秘宝ゴムグッズ、各戦闘では最初の炎の塊を踏みつぶして20ポイントのアーマーを獲得できます。ほう、え、最初の炎の塊を踏みつぶしてってどういうことだえ、なんか、え、わかんねえな。最初から20ポイントのアーマー獲得できてる状態で始まるってことかな。その解釈でいいのか。だとしたらまあまあ使えるけど、一回もらっとくか。よくわかんないけど。で、あと他のとこも行ってみよう。よし、勝ちました。ゴールドと、あとカード。なんだ?またあんまいいのがねえな。着火。3スタック付与だけ?コスト1払って。で、フレームケージ。コスト2で。まあこっちかな。ああ、オッケー。いや火力が出ないね。なんか炎魔法使いってなんか火力のイメージあんだけどな。ちょっと違うのかもしんないな。よし、勝ちました。さて、スカイファイヤーモードを切り替える際、3マス以内の敵全員に着火を1スタック付与する。はあ、モード切り替える際、あ、能力っていうカードなんだこれ。で能力の場合は効果は戦闘終了まで持続。なるほどね。じゃあ一回使っちゃえばモードチェンジをするとこの効果が発動すると。ああ、そういうのがあんだ、モード切り替えって。うわあ、どうなんだろうな。切り替え使っていくか?で、燃える道。対象は、ターン中移動したマスごとに小さな炎の塊を一つ残す。炎の塊は0ダメージを与える。キャストの対象は、3マス以内の敵または自分です。ああ。炎の塊、踏むと着火を1スタック付与され一定の確率で追加ダメージが発生する。デフォルトで一旦後に自動消失。なんだかな。着火はターン開始時 5炎ダメージを受けスタックダウン。いやーちょっと微妙ですね。スカイファイヤー取ってモードチェンジをちょっとあれか、使っていく感じにするか。なんかでもそうなるとさ、じわじわ削っていくデッキになっちゃうんだよね。それって炎の魔法使いとしてはどうなんだろうな。なんかもっといっぺんにさ火力でバンバン倒していく
っていう感じの方が強いからそっちがいいんだけど贅沢言ってんのかな。一回燃える道でまだモード切り替えは使わない方向で行こうかな。よし、勝利しました。なんか新しいな。コスト1でアタック1のショットインパクト、魔術スペルダンモードでのみプレイ可能。1ダメージを与える。敵を1マスノックバックさせ自身も1マス交代する。はあ、なんだかな、特殊すぎるな。で、起爆は持ってる。で、これがコスト1で11アタックのファイアボール。魔術スペルダンモードでのみプレイ可能。11炎ダメージ与え、着火を1スタック付与する。あー、強。これかな。うん。魔術スペルダンモードだもんね。いいんじゃないかな。OK。まあ、そんな感じで。魔術スペルダンモードで使える魔法っていうのは増えてきて、まあいいんじゃないかな。うん、この調子でちょっとそっち系のカード集めていきたいね。ただHP がもうやばい。休憩しよう一回。チャット、大魔王を倒したらなんかお土産とかもらえるの？何が欲しい？例えばゴールドとかちょうどたくさんあるし、ほんのちょっとでも持ち帰ればいくらでもゲーム機が買えるよ。一生感謝する。いいよ。やった。現実世界に戻ったら石になってるかもしれないけど。そんなおとぎ話みたいなことあるか。ないよね。どうなんでしょうかね。よし、回復した。いいね。まあそういった感じで、ちょっとね、お時間がいい感じなので、今回はここら辺で終わりたいかな。次回、うん。戦闘やらずに行こうかな。もう、エリートも倒してる余裕ないよな。もう HP がマジでやばいので、次そのまんま、商人とか行った後にボス戦かな。うん。といった感じの進め方をしていこうかなと思いますので、よかったらまた見に来てください。ではご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。